胆のは消化に必要になるまで胆汁を蓄積する西洋なし型の器官。胆管によって肝臓と十二指腸に接続している。すべての哺乳動物に胆のがあるというわけではない。例えば、ラットや馬は胆汁の貯蔵に専門化した器官を持っていない。胆のは胆の管を通して主な胆管に接続する。主な胆のは肝臓から十二指腸まで続く。 そして事実上、胆の管は、胆のの入り口と出口すなわち、袋工事である。胆のは中鎖骨線と、有門横断面の9番目のあばらぼれの先との交差点の皮膚の下にある。胆の動脈、静脈により、血液が供給され、並行して、胆の管が走る。胆の動脈は、非常に様々で、胆の摘的出術の際の血殺。 切除の方法も異なってくる。胆のでは、上皮の内張りの中の袋である形質が特徴的である。上皮の下に、コレシスト機能に対応して収縮する筋肉の壁が支える結合組織の層がある。胆管周辺の虫傷肝臓、右肝管、左肝管、総肝管、胆の管、総胆管、胆のう、おっき活躍筋、ファーター防ダイブ、水肝、水臓、 十二指腸胆のは肝臓で分泌される胆汁を蓄積して濃縮し、食物が十二指腸に入ると物理的刺激によりコレシストニンが分泌され、これが胆のを刺激して胆汁を放出する。最大25%の人間がコレステロール、デシチンおよび胆汁酸で構成された胆石を持つ。これらは通常食事と関係して 胆脳収縮と胆石が胆管を通り抜けることで、潜痛を引き起こす場合がある。また微小な胆石が多数発生する症状を、胆砂と呼ぶことがある。下下科手術が最も一般的な胆石の根治治療法である。そして復腔強化でそれを実行することができる。実際、胆脳摘出は、復腔強手術で最も多くの適用される主義の一つである。 胆石症の増加するリスクで、伝統的に考えられた次の5つの F に当てはまる、人々である、急性あるいは、慢性の胆脳の炎症が腹痛を引き起こす。急性胆の炎の症例の90%は、胆石の存在によって引き起こされる。胆石が相胆感を塞ぐと、重度の単純うつ体を引き起こす。患者は、肝臓細胞の損傷と、その結果に伴う横断等を引き起こす。 医学的には緊急治療が必要で、内視強化あるいは回復手術が施される。大きい胆石、すなわち胆石性イレウスによる稀な臨床の実態に腸閉塞症がある。この状態は長年の胆石患者で進行し、胆脳が消化管と癒着した上で老管を形成する。大きな石は老管を経由して腸へ入り、一般に トライツ人体化解剖弁のあたりの2箇所の狭くなった地点で腸を塞ぎ腸閉塞となる。治療法は外科手術である。胆脳癌は稀だが重大な癌の形式でもある。生検結果は通常悪性選手である。胆脳癌は直様胆脳としてレントゲンで現れることもある。胆脳癌は一般には予後は良くない。 クールボアジェ兆候とは三肝交流部以下の胆管の閉塞による胆能の主題を指す。クールボアジェ兆候は横断を伴い、原因には、水臓ん、胆脳がんなどの悪性腫瘍、胆石による胆管の閉塞がある。胆能の主題は、胆汁が胆能に蓄積することによる。熊の胆能は、熊のイと呼ばれ、漢方薬として重要視される。いわゆるマシンショ神タンの肝がこれである。 猿のものが代用とされたこともあり、竜宮伝説に、乙姫の病気を治すために、クラゲが猿の肝を取りに行く話がある。ギンスバーグ、PhD、JN、コントロールオブ・ i ストローンテスティネル・ファンクション、イン・トーマス・エム・ノーセック、PhD、ガストローンテスティネル・フィジオロジー、エッセンシャルズ・オブ・ヒューマン・フィジオロジー、オーガスタ、ジョージア、ユナイテッド・ステート、 メディカルカレッジオブジョージア P30 リリーブドン2007年6月29日ありがとうございます